返事がないぞ。気絶してるのかな。どうしよう。わ、魔物だ。おぎ姫さん。ぐふふふ、こいつはいただいていくぞ。コーマって喋れんだな。あ、でも誘拐されちゃったな。しまった。待って。どうしよう。おぎ姫さんを助けないと。でもどうやって。初めて完全に一人だもんな。考えていてもしょうがないか。とにかく行動しよう。何かできる場所があるってことよね。よく観察しよう。お、うわー、また落ちる。なるほどね。いててててて。とりあえずちゃんと足場があるところに落ちてよかったね。まあ、いったな、落ちてしまった。そんなことより急いで織姫さんと合流しなきゃ。まあなんかこっちにもアイテムがあったりとかするしね。さあ、こっからじゃあ一人か。あー、結構心配な場面だな。まあ、タイガの攻撃力がかなりあるから少し楽には戦えんだよな。まあちょっとアイテムは拾ってくか。弾薬、あー、こういうのが、あ、大地の弾の技を覚えた。ほー、ハンドガンとガトリングでにセットできる。いいね。何々の玉系結構ちゃんとわかりやすいからいいよな。さてさて、あ、でもなんか、あ、見つけた？鬼姫さん！なんかかまどみたいなのあるじゃん。タイガさん！大丈夫ですか？来てはいけません。罠です！くそ、罠か。まあ、罠だとわかってても鬼姫を助けないわけにはいかないからな。二体か。とりあえずこいつらをやっつけてしまってだな。まあ、まず普通のコーマを切って倒して。まあ、このぐらいの感じの攻撃だったらもうタイガは勝てるでしょ。とりあえず二体いるうち片方片付けてしまえば楽だよね。で、こいつまさに見た目が火の感じの属性だもんな。じゃあこういうやつに対して、これだね。水流、水の属性の技を使えばいいんだな。スカルレッドへ、水流。お、40ダメージ、いいね。効いたね。こんな感じで属性を意識していくんだな。ああ、いいね、いいね、いいね。面白いわ。織姫さん、大丈夫ですか？大丈夫です。無事でよかった。織姫さんが無事でよかったです。サンキューです、タイガさん。助かりました。思ったより早く合流できてよかったな。でも、私を生贄に何をしようとしていたんでしょう。あの、右のかまどみたいなのを、そんな儀式をやろうとしてたのか？タイガさん、魔物たちの動きが怪しいです。もしかすると何か大変なことが起ころうとしているのかもしれませんね。いやー、なんか、すごいこと起きてるな。得体の知れない液体がぐつぐつと見えている。いや、恐ろしいな。まさか。これで後部ごと煮るつもりだったんじゃ。いや、そう考えると恐ろしいよな。織姫ちょっと体力削れてるよな。回復した方がいいかな。まあ、でもまだいいか。やっぱちょっと見た目が赤の敵が多くなってきたね。こうなってくると、そうだね。水攻撃をちょっと意識したらいいんだろうな。ああ、そうか。あれ、2列目蒸気スタンドあるな。あれあると永遠に、攻撃が終わんねえよな。あ、ちょっと無駄なターンかけてきた感じがあるな。どうしようかな。集中使うか。で、蒸気スタンドを先にやってしまおう。じゃあこっちを先に破壊して、織姫の気力がどんぐらいあんの。残りが50か。まあ、比較的数字は大きいから、何歩か攻撃する回数は確保できるけど、水流も回数制限があるからな、そればっかり使ってるわけにいかないしね。キルの方強くね？水流で40ダメージだったけど、普通のキルで48だぞ。あ、そうか、後部タンクが、物理攻撃が強いからか。なるほどな。今、後部タンクにしてるんですけど、あ、リターンポイントあるな。じゃあちょっと一旦ここで戻るか。まあ、なんとなく敵の傾向は分かったな、とりあえず。
まあこの救助リスト見ると5章も6人いるんだな。まあちょっと頑張って探そうか。いや、いきなり早々からピンチだったけど、よかったね。早めに織姫と交流できて。そろそろじゃあちょっとメンバー変えようかな。なんとなくパターンは分かってきたからね。じゃあ、すみれさん行ってみようか。まあ、パートナーがさ、すみれ、織姫、レニっていうことは、そんなに遠距離攻撃が絶対なきゃ倒せないみたいな感じでもないんだろうな。本当に遠距離攻撃使わないと勝てないんだったら、マリアとかコーランとかいないと困るもんね。あ、ちょっと色変わったなぁ。いかにもその火の場所に来たっていう感じだね。さあさあ、じゃあ、なんかここにいるね。いや、こんなところにいたら怖いだろうな、ミカサよりもね。大丈夫ですか？ヌール近松だ。こんなところにボンパドゥール近松さんいた。わかんない方もいらっしゃると思うんですけど、桜大戦2で、キネマトロンでラジオを聞くとボンパドゥール近松の占いが聞けるんですよね。その占い師のボンパドゥール近松さんですよ。何も言わないで私の言葉を聞きなさい、タイガ。もしや分かってたな、ここにタイガが来ることを。名前も知ってるもんな、こっちから言う前にね。おお、猿を探す猿回しが。そういや、まあ確かに猿を探す猿回しさん全然助けられないで困ってるけどな。猿を探す猿回しが見えます。おお、ミカサのベランダに宝箱が見えます。何、結構ここまでの取り逃しを教えてくれてるってこと？おお、白い犬が見えます。フントもいるの？じゃあレニか誰かで出撃させた方がいいってこと？おやおや、あなたはオカマに好かれています。時代感じるな、このオカマっていう単語が。もう最近のゲームで聞かないもんね。あなたはオカマに好かれていますね。キクちゃんしか助けてないけど、あとの二人もいるってこと？ヨキヒコさんとか隊長とかもね、琴音さんね。なんちゃってね、私は占い師なんですよ。タイガは占い師ボンパドゥール近松を助けた。いや、なんか話が飛び飛びなんだよな、近松さん。そのヒントを元になんかしなきゃボンパドゥール近松を助けられないとかそういうことかなと思ったけど、散々言いたいこと言って帰ってったな。ボンパドゥール近松、ラジオ放送で大評判の占い師。よく知ってますわ。なんかおもろい人いた。あ、ここにもいるな、助けないと。大丈夫ですか？ああ、花小路伯爵か？いや、違うな。偉い博士って言ってるな。ああ、大丈夫だ。なんせ私は偉い博士だからな。ほう。君たちはなぜこんな不思議な現象が起こったか分かったか？私は分かったぞ。なんせ私は偉い博士だからな。魔物たちは我々を人体実験のためにここに呼び集めたんじゃ。なんか本当にそれっぽいもんな。さっき、生贄にしたりとか、目論んでた感じがあったもんね。そして時期が来れば魔物たちは地上を支配しようと暴れ出すつもりなんじゃろう。しかーし、私とておめおめやられるわけじゃないぞ。見ろ、人型バルーン。これはな、人型のバルーンで魔物の目を欺くことができるんじゃ。おー、じゃすごいじゃろう。これを君たちにタダでくれてやろうじゃないか。太っ腹じゃろう。なんせ私は偉い博士だからな。偉いわ。多分有用なアイテムだわ。それじゃあ、頑張ってくれたまえ。タイガー、人型バルーンもらった。タイガー、デコイの技を覚えた。はあ、デコイ出せるんだ。デコイは敵弾銃とデカ腕。へえ、デカ腕、意外だな。そういうちょっとトリッキーなことがデカ腕もできんだ。敵弾銃とデカ腕にセットできる。はあ、面白いね。デコイを使えば、じゃあ、ちょっとおとりになってくれるわけだ。タイガーは偉い博士、平賀玄外を助けた。
誰かに名前似てんなぁ。平賀玄外、偉い博士で偉大な発明家と自分で言っている。まあいいもんもらったから多分本当に偉い博士なんだろうな。お、どんどん見つかるね。順調に救助できてるわ。さあさあ、じゃあちょっと助けようか。はあ、誰だ。おお、外国の人だ。こんにちは、私はグレグレーす。日本語すぐ喋れるんだな。英語かなんかかなと思ったら日本語で返してきたパターンね。はい、あ、I'm fine, thank you じゃなくて助けに来ました。おお、それじゃあ早速助けられてやります。変な日本語だけど外国の人が日本語喋れるなんてすごいよな。花組に日本語喋れる人いっぱいいるじゃんね。マリアとかコーランとか織姫もレイニもそうだしな、アイリスもそうだしな。アイリスなんて子供なのにあんだけ喋れんだから大したもんだよな。まあ この人のテンションはよくわかんないけどな。俺にハンバーガーくれてやります。ありがたく頂戴しなさい。ハンバーガーですか。外国の食べ物ですね。いただきます。回復した。あ、よかったよかった。ちょっと今ダメージ結構食らったんだよね。タイガたちは耐久値が全開した。妙な外国人グレック10番を助けた。はあ、ちょっとこの人はオリジナルかな。見たことないもんね。グレック10番、フランスから来た観光客、日本語が上手。もうさ、何気なく救助してるけど、だんだんここはどこなんだみたいな話みんなしなくなってきたもんな。うわ、なんかいかにも意味がありそうな岩あるな。なんだこれ。でもなんかボタン押しても動いたりはしないな。ちょっと進んでみるか。これあれかな、さっき来た場所かな。あ、それっぽいな。やっぱ、ここスタート地点でしょ。ああ、なるほど、なるほど。こうやって一周すんのか、ひとまず。あ、なんだ？こういうタイミングでも武器が来んだ。へえ、倉庫にトールハンマー。うわ！いいじゃん！初歩みたいじゃん！新桜大戦の。いいなぁ。トールハンマーが届けられました。ちょっと早速出そうかな。どんな感じ？これか、トールハンマー。おー、いい形。でも思ったよりでかくないんだな。あ、片手持ちなんだな。へえ。どんな技あんの？技セット。ピコポンハンマー？名前が大体可愛いんだよな。外れやすいが時折敵を混乱させる。と、雷撃と雷撃祭り。はあ、なるほど。電気の力での単体と全体攻撃ね。へえ。まあでもちょっと今使う場面じゃないのかな。ちょっとじゃあどんどん交代させてこうか。スミレさんも良かったけど、まあレニーでちょっと行ってみる。うわー、なんだこれ。ちょっと化け物感強くなってきたな。地獄の番犬、いいネーミングだな。よく表せてるよ、情報を。うわあ、なんか3回ぐらい行動してきたな。そっか、頭3つあるもんな。意志が3つあんのかな、じゃあ。あ、ああ、いたいたいた。順調だな、今回救助、ほんとにね。全然助けられてないショーとかもあるもんな。大丈夫ですか？ああ、大丈夫だよ。あ、関西弁か、この人。あ、大丈夫や。お気に。ちなみに、ここは一体どこなんや？ここは、ヤマトという呪われた大地なんです。ヤマト？呪われた大地？道理で魔物がうじゃうじゃいるはずや。あんた、助けに来てくれたんやろ？はい、そうです。僕が来たからに安心してください。あー、助かった。こんなとこで死んだらシャレにもならんからな。ほな、これはお礼の印や。これはな、いつもわてが仕事が忙しい時に飲んでる漢方薬や。おー、なんかいいもんもらったな。へー、まあ、騙されたと思って飲んでみーな。気力全開。あ、ちょっともったいないな。今、気力全開なんだよな。ありがとうございました。うわ、ここまで変な人がいっぱいいたから、なんかすげえ普通の人に会って安心感。こんな普通なことある？今まで変な人いっぱいいたからな。タイガは商人安い太一を助けた。
安井太一、関西の将棋、いい品を安くをモットーに生きている。まあ、とりあえずこの人一番下なんだ。一番目と五番目の枠がちょっと空いちゃったな。まあ、ちょっといろいろ探してみてだな。おっと？フンとちゃいます？これ。レニさん、犬がいますよ。白い犬です。フントか？フントなのか？多分、定撃にずっといなかったんだろうな。かわいそうに。今、助けてあげるよ。フントって、定撃で飼ってる犬のフントですか？名前なんてつけたんだっけ？私もつけたっていう設定だったよな。なんか、かわいい名前つけたのに忘れちゃったな。そうだ。おいで、フント。あ、偽物か。なるほどな。うわ、フントが僕を攻撃するなんて。ネギさん、レニさん、偽物ですよ。レニさんのフントじゃないですよ。